勝ち込みかお前。おめえらの頭どう回ってんだ。何をしますんで、一生突破的です。大国会が間に入って痛み分けってことで話が聞きそうだった。お前らの下手打ちでこの定置はなし。あの狂犬と名高い犬神がこの落とし前どうつけるのが見物だ。アイドルって相当儲かるらしいじゃないか。やってみるか。はい。いや、アイドルだよ。やります、やります、やりたいです、アイドル。よし、決まりだな。いや、包帯取ってみろ。いいじゃないか。いいよ、お前完璧。もうタクションできないって思うと悔しくて悔しくて。アイリー、お前は今日からリーダーだ。マリー、お前はクールビューティー。チカ、お前は妹キャラだ。極上のアイドルってことで極道です。どうだ、気に入ったか。どう考えても極道のアイドルだろ。売れねえよ。可愛くねえな。俺たちは誓ったはずだった。誰にも恥じることのない男の中の男になること。売れちゃったよ。おい、クソ大人気だよ。こんなに可愛くなると思わなかったっすもんね。こんなんになっちまったけどよ、心の中だけはよ、俺たちはヤクザだ。
男の中の男だ。それ忘れんなよ。兄貴、感動しました。俺も兄貴みたいな。え、今日待って待って、赤目をなる。すいません、違います。何が違うんだよ。しかも何なんだよその可愛らしい座り方は。よすいません、ついついついってどういう意味だよ。言えよこら。すいませんでした。おい、何だと思ってんだお前。この野郎、酒なんか飲みやがってお前。まだ10時です。アイドルは9時に寝るんだ。9時ですか。おう。でも酒だけは。どこのアイドルが酒飲むんだ。コーラも水も飲むんじゃねえ。 100% 果汁のジュースだけにしよう。それはいくらなんでも。お前な、アイドルっつな天使なんだ。人間じゃねえんだよ。アイドルも普通の人間だ。そうっすよ、アイドルだって恋愛もしたいし。おい、それはちょっと意味違う。今小耳に挟んだんだが、なんて恋愛だこの野郎。素敵じゃないかお前。マジアイドルっぽくていいよお前。どっち。 ありがとうございます。おう、あ、まあとにかくだ、今度酒飲んだら盛大にぶちめっかな。え、アイドルっつうのはな、7時になったらパジャマに着替えてぬいぐるみを抱いてお話をしながら寝るんだよ。一体誰に吹き込まれたんだよこの発想。まあとはいえな、明日も朝早いから今日はもう寝ろ。ご苦労様です。兄貴、俺たちアイドルの命なんて短いもんだから。そうっすよ、それまで頑張りましょう。この野郎、フッフッだよ。おい、もっと爆発的に笑えよこのバッ。こうですか。違うんだよ、ポーズがファンタスティックじゃねえだろ。ポーズ、うん、そう、で、うん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 、ガッテン、やる気あんのかクソシート、バカ野郎この野郎。何気持ち悪い顔してんだよこのビッタリが。すみません。今日もひでえな小山さん。けどあの人結果は残してるからね、誰も何も言えないよ。にしても行き過ぎだよあの言い方は。でも大山さんに恨まれたら芸能界じゃアウトだし、我慢するしかないって。あの3人大丈夫かな。ああダメだ、全然ダメだ。ジーザスクライスト、首のエロスが全然ちげえんだよ。しっ、もっとおっぱいやらしく寄せろよ。
首のエロスが全然ちげえんだよ。しっ、もっとおっぱいやらしく寄せろよ。おい、ちょっと待て、ウエイトだ、この野郎。なんだその目は、てめえ。このビッ、なんか目に入っちゃって、すみません。やる気がないんなら帰れよ。てめえらみたいなアイドルぶっ潰すの一瞬だからな、クソが。申し訳ございませんでした。頑張ります。頑張ります。何を頑張んだよ。じゃあ今晩頑張ってくれるのかよ。それだけのテクニックお持ちですか、ベイビー。どうなんだよ。冗談やめてくださいよ。冗談ってなんだよ、こら。勘違いすんなよ。てめえらみたいな小さな事務所のタレントなんてな、吐いて捨てるほどいるんだよ。俺のこの目にかなわないやつはな、ゴキブリみたいにみんな踏みつぶしてやるんだよ。何笑ってんだよ。乳でかいからって男なめんなよ、この汚れビッが。兄貴。おい、その目やめろっつっただろうが。あ、いい加減に。あ、なんだよ、のくせに俺に盾つこうっていうのか。あ、おい、そこまでだ。うちの可愛い子にずいぶん舐めた真似してくれるんじゃないか。親分。なんだなんだ。親分。親分。俺はこいつらの会社の社長だよ。どこからなんだ。俺をなんだと思ってんだ。芸能界もアウトだぞ。アウトなのはおめえの人生だ。うちの大事な宝物をよくも可愛がってくれたな。よく考えて選ぶ。家族揃って南米に移住するか、それともみんなでつっ、おめえには選択肢がないんだ。南米に行くか、どっちなんだよ。あ、そうだ、僕南米に行きます。よかったじゃないか。誰だっけ。ロン君、次は頑張ってる。はい、ロン君、ついに最後スカピョンですよ。ロン君、スカピョンに言いたいことがあったんです。マリちゃん、ありがとうございます。なんか色素が薄くなってない。何それ、美白。どこどこのエステ。俺も美白したい。こいつ指名手配になってたはず。こいつらどうしますか。おめえらみてえなジンベラは俺の手を汚す価値もねえんだ。髪の毛も色素抜けてない。これずら、あ、アイリちゃん。会いたかったよ。ありがとう。あ、私も。あ、本当。え、マジ、アイリちゃんも俺に会いたかった。うっそだ、マジバンジ。それも富士山が大爆発だよ。俺が爆発する。俺、あいた、あいた、たたたたたたた。ああ、いいな、この締め付け。いいや、この締め付け最高。もっともっともっと来て来て。うわあ、ぴょーん、ぴょーん。あれ、アリちゃん、どうしたの、そんな鼻息荒くして。変なこと考えてやらしい気分になってんじゃない。兄貴つける。
さっきから。あんた何やってんだよ。なんで愛ちゃんなんかしてんだよ。全部聞いてたぞ。締め付けとか手からしやがって。手から。ほらほら。うるせえな、この野郎。俺誰だと思ってんだ。皆殺しにするぞ、この野郎。締め付けとかセクハラしやがって。セクハラ、セクハラ、早くよけろ。はい、はい、はい。うるせえんだ、この野郎。俺誰だと思ってんだ。皆殺しにするぞ、この野郎。てめえ殺すぞ。やるわ。は？何キラキラ打ってんだよ。え？あ？誰誰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 誰ファンたちだ。俺たちじゃねえ。はあ、そっか。では続きまして、指名手配中だった暴力団の組長がアイドルの握手会で痴漢行為を働き逮捕されました。逮捕にはアイドルのファンが活躍したようで、現場から中継です。佐々木さん、こちらが昨日騒動が起きたゴクドルスの劇場です。逮捕されたのは、なんと指名手配中だった暴力団黒田組組長の小黒田徹でした。犯人逮捕に決定的な役割を果たしたファンの皆さんにインタビューしたいと思います。彼女たちは僕が守る。ヤクザなんか怖くない。愛してるよ、愛理ちゃん。はい、ありがとうございました。今回の騒動を受けてインターネット上の検索ではゴクドルズが急上昇しているそうです。はい、ありがとうございました。これで良かったんすかね。では次の話題に進みたいと思います。いや、ちょっと混乱してて頭整理できねえ。半年経てなくなってしまいました。ピョンピョンピョン、にゃんにゃんにゃん。ぴょんぴょんぴょろにょ、愛き込めてラブぴょろにょ。違います、兄貴、今のですね。すげえな、ぴょろにょ。お前そうやって練習してんだ。やだな、こう、今のはほら公演の時とか。いいよ、お前の人生だもん。そこまでアイドルまみれになりたいんだったらそれでいいよ。だから違いますって、今のは冗談で。俺に嘘はつくなよ。忘れたのか、兄弟の杯交わした時のこと。これで俺たちは兄弟だ。
心を裸にして全てをさらけ出す。本音で話そう。隠し事はなしだ。そこから信頼が生まれる。俺にお前らの全てを見せてほしいな。どうしたんすか？なんかありました？いや、なんでもねえや。って思ったんです。もっとアイドル続けたい。本気でやってみたいって。分かった。分かったから早く服着ろよ。いえ、見てください。これが今の俺なんです。ありのままの俺なんです。だから分かったから。でも、魂はいつまでも男のままです。信じてください。言いたいことわかるけど、そんなんじゃ頭入ってこねえんだ。早く服着ろよ。頭とかじゃなくて、もう胸とか肌で感じてくださいよ。裸でやらしいこと言うな。いけいけ。確か誓ったはずだった。誰にも恥じることのない男の中の男になるって。起きろよ。思い出していたんだ、あの時の触れてた感覚、そっと鼓動を感じた。君だけが知らなくても、雨の日に見てたこの黒の世界、唯一の光が見えたんだ。時を重ねて紡いでく些細なことだって全部忘れない。偽りでも確かな君との距離、儚く育つ二人の花。朝の赤い光に手を伸ばして、ああここで会えるのはあと何回だろう。募る思いは隠したまま、おはよう今日も君は笑いかけてきて、いつかは途切れる時を過ごして、雨の日が来ることを願っていたの。思い出してくれるように。頑張れ極道族。はい、ありがとうございました。陰謀に白髪が一本生えてね、ショックでしたわ。なんだその態度。劇場版バックストリートガールズ、ゴクドルズ。レイカのアイドルサミット、よっぽど気に入らねえんだもん。映画館でご覧ください。極上だぴよ。おい、よし